参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊す。平成31年の1月9日20時50分であります。ちょっとまだね風邪が治ってなくて、バタバタしながらのちょっとね状態で今日裁判資料相当作って、頑張っておりますが、明日の紹介です。ニューズオプエドに出演をいたします。明日1月10日木曜日17時から18時の1時間、これ生放送は無料で見れるはずです。あと1日24時間のアーカイブスも無料で見れるはずです。上杉隆さんが主催をしているニューズオプエド、まあ、インターネットテレビというかインターネットでのニュース番組ということで、毎週というか毎日月曜日から金曜日ですね、月金の夕方17時から18時までのニュース番組です。僕何回目ぐらいだろうな、多分5回目か6回目のゲスト出演ということに なります。テーマはね、 NHK から国民を守る党の、まあ、今後とか、そういったことを扱ってもらえるということで、上杉君の主催しているニュースオペエド、ニューズオペエド、ニューズというんですけどもね、ニューズオペエドに出演させていただきます。まあこれね本当にオペエドに出てる本当に久しぶりで、ちょうど1年ぐらい前かな、去年の町田の選挙中にちょっと遅刻気味で行ったのが、最後だったんで、ちょうど1年ぶりぐらいの出演になりますけどもね、このオペエドの1時間っていうのは本当にあっという間で、一番なんだろうな時間が短く感じる、そんな番組だと思っております。ぜひね、まあ、オペエドイコール左的なイメージ持ってる人が多いかもしれませんが、明日のアンカーはですね、ちょっと調べて驚いたんですが、山尾しおりさんという民主党、今は立憲民主党ですか、と不倫が報じられた倉持弁護士がニュースの、まあ、アンカーマン。ニュースのちなみにアンカーっていうのは、アンカーって最後って意味なんですよね。いわゆる取材をしてきたものの最後ですね、報告するのが、まあ、キャスターと言ったりしますけども、アンカーという言い方もします。ニュース番組の最後にコメントを読むというか、言う人のことをアンカーマンとかアンカーとか、まあ、キャスターというんですけども、まあ、オペエドの場合はですね、アンカーという言い方をしております。アンカーは倉持弁護士、そして、解説員は伊沢さんというですね、元 TBS の報道政治部にいた方で、まあ、小説家で有名な方です。あと船橋のね、西図書館でですね、まあ、伊沢さんたちの本が、まあ、大量に処分されたという事件があったんですけども、まあ、有名なちょっと右寄りのね、作家さんということで、まあ、世間的には左寄りの弁護士がアンカーマンで、右寄りの作家の方が解説員と、で僕が多分真ん中ぐらいかなということで、あと佐藤由紀さんというね、僕の時は佐藤由紀さんが一番多いんですが、アシスタントは長身で美人の佐藤さんが務められるということで、明日ニューズオープンエンドに出演をさせていただきますので、もしねお時間ある方は明日夕方17時から18時、生放送でニューズオープンエンドと検索いただければと思います。以上です。参議院選挙に勝利して NHK をぶっ壊す。